はい、皆さん、こんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいまして、本当にありがとうございます。今日は2006年に公開されました映画、キャッチアウェーブについてお話をさせていただきたいなと思います。むちゃくちゃまた爽やかな素敵な映画でしたので、お付き合いください。よろしくお願いいたします。一つ前の動画では、この2008年に公開されました、ナナコの紹介をさせていただきました。こちらの方では2008年、撮影時は、春松さんが17歳の夏に、長崎県の壱岐島のロケ地で、駅伝をテーマにした映画なので、もう走りまくられた、その映画の印象と思い出としては、もうただただ走って辛かったですって、春馬さんが答えておられるような、本当にもう彼の走る姿が素敵な映画でした。で、2008年までも遡りましたので、もう2年遡らせていただいて、この2006年に公開されました、キャッチアウェーブ、春馬さんの初主演作品とも言われてます。で、私たちの間では、森の学校が、春馬さんの初主演作品やなと、私も、正直なところ思ってるんですけども、西垣監督は、三浦春馬は主演ではないので、っていう、お言葉を生で直接聞いたこともございますので、このキャッチアウェーブを初主演作品と捉えさせていただいてもいいのではないかなと思います。公開が2006年、撮影が2005年の夏やと思いますので、春馬さんの15歳の夏、サーフィンをテーマにした映画なので、本当にサーフィンと取り込まれている一夏の、青春時代の、甘い、思い出も込めた、なんか本当に一夏の、二度と帰ってこない、夏の思い出が込められた映画かなと思います。で、この2005年撮影のおそらく前年、14歳の時に彼が初めて訪ねてきたと、その後でもサーフィンの師匠として、また家族同様お付き合いされる、宇津木敦史さんの元を訪ねられて、春馬さんが、これからサーフィンをテーマにした映画の撮影に入るので、どうか教えてくださいということで、宇津木さんにサーフィンの指導をお願いし、その後も、この、映画と出会われたことを、この映画の撮影をきっかけに、そのサーフィンの師匠となられる宇津木さんと出会われたことで、その後もプライベートでも、サーフィンを本当に大切な、スポーツ、趣味として、なんかずっとされてた、その大きなきっかけが、このキャッチアウェーブと出会えたからこそやと思いますので、春馬さんの人生にとって、このキャッチアウェーブっていう映画との出会いっていうものも、本当に大切で素敵な出会いではなかったかなと思います。で、もともとこれ監督が高橋監督、テレビドラマなんかもたくさん撮っておられて、ビーチボーイズなんかもこの高橋監督の作品かなと思います。物語といたしましては、高校1年生の夏を描いてるんですけども、春馬さんが演じておられる佐々木太陽くん、そして浜田岳さん演じられる、田口くん、そして木村亮さんが演じられる小林くん、この3人が、ひと夏、田口くんの お父様の別荘、海沿いの別荘を訪ねて過ごすっていうことで来るんですが、浜田岳さんの、田口くんが鍵を忘れて別荘に入れずっていう風になって、サーフショップを経営しておられる竹中直人さんのところでバイトをして、暮らさせていただいて、そしてまたサーフィンを教えていただくっていう流れになっていくんですけど、で、まずその鍵をなくして入れなかった田口くんの別荘なんですけど、もう一目見て分かったのは、あのボートハウス、おもちゃ博物館で有名な、北原照久さんの所有しておられます、お住まいになっておられます、もう有名な、ボートハウスでした。で、北原さんが、家に惚れ込まれて、違う方が持っておられたんやけど、もうそこから憧れて、その思いを本当に現実化されて、あの家を手に入れられた経緯なんかも、夢が実現するということで、そのお話を聞いたこともございます。一度私も、ここがこのキャッチャーウェーブのロケ地にもなってたんやなということで、ぜひまたご縁があったら一度お尋ねさせていただきたいなと思って、おります。そしてそのサーフショップを経営しておられる、竹中直人さんも私大好きで、時々ちょっとルックス的に、似て
ますねって言われることもあって、すごく親近感を持ってるんですけど、ぜひまたご縁があったら一度お会いさせていただいて、ゆっくりお話もしてみたい方のお一人です。で、竹中さん、デュークか、竹中さんにサーフィンを教えていただいたりしながら、まだその夏、加藤ローサさんが演じられる可愛らしい女の子と出会ってということで、ロマンスがあり、友情があり、そしてまたサーフィンを通じて、大自然と向き合って大自然の怖さを知る、そんな映画でもあるかなと思うんですけども。で、私は、サーフィンはしたことがないんですが、全く違う、競技になるんですけど、ウィンドサーフィンは20代の前半約5年間、大津の柳瀬の海水浴場に、もう毎週、週末には、車の上に大きなウィンドサーフィンのボードを積んで行って、トライしていた、楽しんでいた、なんかこう思い出も蘇って、参りました。で、ひと夏の、思い出、そしてまたサーフィンを舞台にした、サーフィンをテーマにした、映画ということで、このキャッチアウェーブ、もともと全く同じタイトルのビーチボーイズの名曲があるんですけど、おそらくその波を捉えるキャッチアウェーブ、ビーチボーイズのその名曲からも、この原作書かれた方の、原演が来てるのではないかなと思うんですが、キャッチザウェーブっていう、この映画の主題歌になってます、デフテックの、またすごい素敵な曲との、この映画とのコラボっていう形にもなってます。で、デフテックの曲ももちろん私も大好きですし、すごく素敵ですし、また映画前編にはアコースティックギターデュオのデパペペの、また音楽が、アコースティックサウンドが、またこの波の音とすごくマッチして、すごくいい雰囲気を出しているなと思いました。そして映画前編、素敵な波の音が、ずっと流れてるんですけど、波の音で言いますと、私たちにとっては映画天ガラモンの中では、そのサイスケが春を背負って歩いた京都府京丹後市三津漁港の、岸壁のところを歩きますけども、あそこで聞いた波の音、そしてまた昨年の8月に公開されました映画太陽の子では、同じく京丹後市の平海岸の美しい、絵画の波の音っていうのが、なんかすごく思い出されて、私も今は本当に、波の音っていうのと春馬さんの姿っていうのが、なんかすごくこう重なって、私もロケ地を紹介させていただいたり、またロケ地の映像をバックに、その私の作った音楽なんかを重ねて、アップさせていただいたりしてるんですけど、その波の音とやっぱり、春馬さんのなんかこうイメージが私の中ですごく重なるところがあって、その原点になるのがこの2006年に公開されたキャッチやウェーブになるんやなっていうのが、なんかそこのところも気づかせていただいた意味でも、このある意味での原点に、こう気づかせていただいただけでも、この映画を改めて見させていただいて本当に良かったなと、思いました。2006年公開、撮影が2005年、15歳の夏、プライベートでもサーフィンを習いに行って、サーフィンと取り組み、そしてまたその後も、このご縁で、サーフィンを自分自身の大切な、本当に、趣味を超えたものになったと思うんですけど、取り組まれることになったキャッチやウェーブ、本当に素晴らしい作品でしたし、おそらくサーフィンを舞台にした映画っていうのはたくさんあると思うんですけど、その中での本当に名作の一本だと思います。日本プロサーフィン連盟ですかね、が全面的に撮影協力されているということで、おそらくサーフィンのシーンなんかもプロの方が指導されているので、本格的な方が見られてもおかしくないような、そういう撮影になっているのではないかなと思います。私も皆さんにとっても、もしかしたらそのずっと前の、ひと夏の、なんかこう小さな思い出、なんかそれは、甘酸っぱい思い出かもしれんし、なんかこうちょっと勇気を出したスタンドバイミー的な思い出かもしれんし、なんかそういうものがある方にとっては、その皆さんにとって、なんかずっと前のひと夏の思い出、エンドレスサマーなんて言い方をしますけど、そういうものも思い出させてくれる、なんか作品かなと、思いました。そういう意味では、私にとっては18歳の夏に
高校の同級生、親友の池田くんと八田くん、池田と八田と3人で、10日間与論島に旅したことが、行き帰りフェリーで、2泊ぐらいして、10日ぐらい与論島にいたことがあるんですけど、あの夏の思い出というのが私にとってのなんかこうエンドレス様、ひと夏の思い出かなというのもなんか思い出しましたので、きっとまた皆さんにとっての忘れられない夏の思い出、そんなものがなんか蘇ってくる作品にでもなるのではないかなと思っております。2006年に公開されました三浦春馬さんの初の主演作品とも言われておりますキャッチャーウェーブ、また配信等でも見れると思いますので、ぜひまた改めて見返していただけたらと思っております。本日はキャッチャーウェーブ、すごく素敵で本当に波の音がものすごく印象的で、なんか今もこの波の音がこう聞こえてくるような、そんな気持ちの中でお話しさせていただきました。最後までお付き合いくださいまして本当にありがとうございます。生まれてきてよかった、君と出会えたから。